何やってるの、タバコはやめなさい。はあ、メタンかよ、うっせえな、バーカ。ここは学校ですよ、何考えてるの。わーわー怒んなよ、いいじゃんか、タバコくらい。いけません。何ですか、その態度は。ズンダモンさん、あなた先週も注意されたばかりですよね。クソ教師が、気に入らなきゃ手錠でもかけとくか。クックック、いい加減にしなさい。あのよ、先生よ、俺さ、手も足もねえんだわ。みんながしてるような楽しいことが全然できねえんだわ。だから酒とタバコくらいいいじゃんか、別れよ、バーカ。ダメに決まってるでしょ、あなたは未成年なのよ。それに体格も小さいんだから、健康への悪影響を考えなさい。あんたはいいよな、俺知ってるぜ。かっこいい旦那さんと毎晩セックスしてあえいでるんだろう。何を言ってるの、ふざけないで。俺はこんな体だから彼氏もできねえし、レイプでもされねえ限り一生処女なんだわ。先生と違ってよ、子供も産めねえし、女の幸せってやつがねえの。だからいいじゃん、少しくらい羽目を外しても。将来のことはまだ決まっていませんし、女性の幸せは人それぞれですよ。言い訳になりません。綺麗事言うんじゃねえよ、クソビッチが。俺だって先生みてえにセックスしてえよ、気持ちよく愛されてえよ。満たされてるメタン先生にはわかんねえんだよ、足りない人間の気持ちはよ。わかるんだったらいい男をあてがってくれよ。不平等だろうが、あんたらばっかり男とエロいことしてさ、俺の体を愛してくれよ。おかしいだろ、俺だって好きでこんな体に生まれたんじゃねえよ。クソが、黙るなよ、言い返せよ。おい、教師だろ、大人だろ、何かいいこと言ってみろよ。もういいです、好きにしなさい。ふざけんな、この野郎。だったら最初から注意すんじゃねえよ、バカ、死ねよ。私は肩を落として逃げるように職員室へ戻りました。金八先生も GTO もいないこの世界で、荒れる生徒に対して教師は何ができるでしょうか。結局は親が悪いのです、家庭の責任なのです。そしてそんな家庭を取り巻く社会が一番悪いのです。一人の教師にできることなんて何もありません。私は自分にそう言い聞かせました。そうして無力な存在としてこれからも教職を続けていくのでしょう。私はその程度の人間です。